はいどうもピョキングです。以前はですね激アツ豆腐を食べながらみんなでバトルっていうのをしたんですけれども、今回はその続き激アツマロニーを食べながら、このマロニーですよね、見るからに美味しそうなんですけど、このマロニーを食べながらみんなでバトルで勝てるのかやっていきたいと思います。前回は20秒だったんですけれども、今回は30秒でいきたいと思います。でなんで伸ばしたのかっていうと、やっぱ麺類だからね、その分食べる時間も長くなるし、こう飲み込む時間っていうのが長くなるから、今回は30秒にさせてもらいます。それじゃあ早速やっていきましょう。普通に食べたい。いやじゃあ普通に食べろよって話ですけど、結構面白いんですよこれやってる僕も。この縛りプレイっていうのかな、何かをこの激アツのものを食べながらみんなでバトルをするっていうの、そして1回はこれで勝ちたいっていう僕の願望がある。そしてこれマロニーね、めっちゃ麺吸うから、ちょっとね今回は火を止めさせていただきます。煙を見てわかると思うんですけど、めっちゃ熱いんですよ。まだ30秒はね何も食べないでいけるから、よしそれじゃスタートしていこう。でかぶってってこのままこっち行っていいかな。ダメっぽい。ダメっぽい。ちょっと待って、くっ、なるほど、あのボム兵を回転ジャンプで踏みながら行かなきゃいけないのね。了解しました。でもボム兵もいないよね。ねえこれもういないよね。どうしようどうしようどうしよう、とりあえず一回これ食べる。これ食べよっか。うんうん、おいしい。おーオッケー、見ました今。来た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 、これめっちゃチャンス。でこれはジャンプジャンプ、やばい、よし、オッケーオッケーオッケー。で次はこれか、よし。待って、ゴールあるゴールあるゴールあるけど、このマロニー食べなきゃいけない。ゴール、激アツけど僕はみんなを待ちたいと思います。マロニー食べながら、やばい、マロニー食べてる間にもしみんな来たらもうゴールしていいよね。それゴールしていいよね。このマロニールールもうなしだよね。もう今回もう食べなくていいんじゃない。ってかめっちゃルイージ見てる、なんか恥ずかしいんだけど。マロニー僕食べてるのめっちゃ見られてる。マロニー入れすぎた、めっちゃある、見てこれやばくない。めっちゃあるんだけど、これやばい、食べれないかも。まさかみんなあのルイージ激アツマロニー食ってるぞとか思わないだろうね。やっぱあと10秒しかない、とりあえずゴールさせてもらえますか。ちょっと待って、汁気がなんかめっちゃなくなってきた。ちょっと再加熱してきたんですけど、めっちゃ汁気なくなってきたな。ただめっちゃ熱くなった、マジでこれやば。ちょ、湯気見えます、見えるかな。待って、これどうしよう、覚えてなんとか分かれる道みたいな。待って、スタートするの忘れた。よし、 OK。そしてこれは、鍵がないよね。鍵どこにあんの。あ、なるほど、そこに誰、なんでなんで、一番近い人が鍵もらえるみたいな、今のそんな感じかな。これ右かな、これどこ、どこだろうこれ。ブーとか言われたんだけど、これどういうことだろう。ちょっとマジで意味わかんないな。あっつ、左右左って書いてなかったね、左右左ってここかな。じゃあ、あ違う、どこ、左左右か、なるほど、分かった分かった。うん、これ左左右、多分ここでいいでしょ。ほらブブーってなってないもんね。で次は右左左右、オッケー、このステージ楽しい、めっちゃ楽しいけど、マロニーが俺を邪魔してる。左左右右、ん、何だってる、左右右左だったっけ、違ったっけ、左右右左、ここでしょきっと。あ違うんだ、左右左左右だったっけ、あ右左左右ね、右左左右ね、うん、右左左右、ここ正解と。で中間ポイント、
え、1人来れてないんだ。これ左右下。え、どこ、これここ、え、マジわかんなくない、これありすぎじゃない、え、世界もしかして。ちょっと待って、マロに食べないか。うん、正解した、マジ正解した。え、今何番、2番か。やるな、サトシ。よし、オッケーオッケーオッケー、このまま渡っていく。これなくない、なんか右とか左とか。なるほど、左右左右右右左、いやいや、右左、次右右左でしょ、右右、んんん、いい、なんで、なんでここでいい、あー、左右左右右右左左右右左右右右左左左右左右右右左ね、左右で左右で左右で左右、次右右左でしょ、右右で左、多分ここで正解でしょ。おー、来た来た、やったやった、鼻水がジュルジュルマジでジュルジュル。ちょっと待って、止めよう。僕も食べたいピヨさて、これがねラストバトルにしたいと思います。今日調子いいね、調子いいっていうか、まあ食べながらだったら結構すごい方なんじゃない。鉄球コロコロ危険な森っていうことは、マロニー食べながらだったら多分アイテム取ってった方が良さそうですよね。鉄球食べてる最中にアイテム、待って、俺何言ってんの待って、マロニー食べてる最中にアイテム、待って、マジでちょっとわけわかんないこと言ってる。よし、それじゃあ次上に行く。ちょっとマジでね、アイテム欲しいよね。オッケー、え、あ、これ右、右にも行かないといけないのね。よし、ナイスマリオ、オッケー。待って、先に俺マロニー食べますわ。今日はですね、調子良かったと思うんですよ。激アツマロニーを食べながら S プラス隊で2回勝てたらもう上等ですよね。でも皆さんは決して真似しないでください。絶対に下やけどしますもう僕ね、結構下今やけどしてるんですよ。まあでもめっちゃ楽しかったですね。はい、ということで今日はこの辺で。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。